こんにちは、はい、豊さん、はい、はい、今日も第5戦行われました。第5戦ね、京セラドームね。今日の試合はもうそこに出てますので、先に結果を知らせしますと、はい、6対4で劇的オリックスが勝利ということです。まあそうだね、はい、ちょっと見ても分かるようにシーソーゲームでどっちがっていう、うん、まあそうだよ、見どころ満載なんだけどもさ、疲れましたな、疲れたで7戦まで、うん、もうこれで行くということだからね、まあ、決まりましたかね、決まったからね、もうこれで今後、はい、引き分けがなければそれで決まる。いや、1勝1敗だったら8戦まで行くよね、8戦仕事入りました。解説のね、8戦があれば、はい、あればね、うん、まあ可能性ありますね、こんな感じだったら。いやでもね、見どころがこうどんどん出てきたね。こう1個前の試合だと 1-0 で、はい、こうポイント説明するにもこう本当にこう限られたところ、まあ意外とねだったですが、うん、今回はポイントに上げることが多いので絞るの大変でしたね。まあ大変だよまあでもぼんやりしないように、そうだね、本当のポイントっていうところを見せたいと思いますが、はい、まずオーダー、はい、はい、まあこうなりましたね、はい、ということで、でまあ、オリックスからいくと、うん、まあ、やっぱ佐野を使ってきたということ、はい、で2番にやっぱ宗から西野に変えたということね、はい、で中川で吉田が今日は DH に入って、うん、吉田と杉本をまた引っ付けたという、はい、でやっぱ宗がやっぱねちょっと状態が悪いんで、うん、まあ、6番に下げたのかなっていうとこと、まあ、太田、まあ紅林が非常に状態いいんだけどさ、はい、やっぱ上げることしないで、やっぱ溜まってきたランナーを返してほしい、やっぱりそこに一ついてほしいという意図が見えますかね、で若月、うん、で若月はやっぱ昨日完封してるし、うん、やっぱりヤクルトのバッターたちを掴んでるかなというね、なるほど、いろいろね、うん、で田島という、はい、でヤクルトの方は青木を2番に入れてきた、うん、ね、でキブレハン、はい、を6番に抜擢をし、はい、サンタナを8番に下げたという、うん、でピッチャーは山下という、だからここら辺はやっぱこう青木ベテランの活躍がどうなのかということだよね、うん、はい、あとはキブレハン、はい、どういうことをやってくれるかどうか、サンタナが8番っていうのはとても新鮮ですね、まあ、新鮮だけど、はい、でも一発を打てるさバッターが8番にいるっていうのはやっぱ怖い打線だよね、うん、オリックスにとってはね、はい、はい、というようなオーダーでスタート、はい、はい、ということでポイントをこういろいろゲームを追って説明していきたいと思いますが、さあこうなりました、うん、これ2枚にわたるからね、うん、はい、ということで、はい、まあ1回、はい、ね、まず1回思ってヤクルトですね、うん、青木のヒットを足がかりに、うん、山田のフォアボール、うん、村上三振に倒れた後に、まあ、オスナがタイムリーで先制をするというこの日本シリーズのオスナ選手は怖いね、怖いですね、うん、まあいい当たりじゃ なかったんだけどさ、うん、やっぱ当たってるなというバッターの特徴でヒットコースに打球が飛ぶというね、うん、でまあセンター前にか打ち返して青木が生還という、うん、でなおも 1-2塁、はい、でその時にキブレハンを、はい、今日使ったよね、うん、それがライト前、うん、セカンドランナー山田、はい、山田足は速い、うん、ね、杉本がチャージする、うん、バックホームで刺すんだよね、もうすごいもう思いっきり投げてる姿が、うん、ね、印象的でしたが、山田もさ決してスタートは悪くない、うん、いいスタート切ったと思うし、やっぱ全力で帰ろうと思って帰ってきて、杉本のチャージがうまかったね、うん、でちょっと中途半端なあの打球の処理だったんだけども、はい、やっぱそこからスピードを落とさずホームにストライクの返球をしたという、うん、これがねやっぱ一つの肝を作るんだよね、肝っていうか土台のような試合の、うん、ちょっとね、うん、って説明していくけど、あこのホームの何かに影響してくるということですね、でまあ山田が刺されたということで、うん、まあ1点で終わったんだよね、またこれが1回というところのポイントですね、そうだね、まあ田島も、うん、悪いとは思わなかったけどもさ、はい、ちょっとボールが荒れてたというかね、うん、まあ、そんな感じの立ち上がりだったよね、はい、で2回、はい、まあ、サンタナが、うん、ホームランというようやくという感じでしょうか、そうだね、外のボールが全然打てなかったんだけどもさ、はい、で最後も外に行こうと思ったのがやっぱ田島がちょっとインサイド高めに失投するんだよね、はい、それをサンタナが
逃さなかったという、うんうん、これで2点リードで4回ツーアウト2塁で、まあ、中村を置いてるんだよね、はい、で長岡がセンター前に打つんだよ、うん、でこのヒットで俺は絶対回しとかなきゃいけないと思う。で回してもいいタイミングだったんだと思うんだよね。まあ次に塩見に回るっていうこともあるし、うん、当たってるね、うん、まあ、そこも考えたのかもわからないけども、やっぱ取れる時に点数を取っとかないと塩見が絶対打つとは限らないわけじゃない、うん、で長岡がこう綺麗にセンター前に弾き返したんだよ、はい、まあ、センターのチャージも良かったんだけども、だけどあれは俺サードコーチャーが回すべきだと思ったんだよね。ただ、はい、ここで刺されてるじゃん、はい、だからね心理的にもう殺されたくないという、もう際どいものは無理をしないというか、うん、ということで止めたんだよね、うん、で結果的に、まあ、これは結果論だけどさ、はい、センターのボールがだいぶそれたんだよね。なるほど。だから回しであれば完全にセーフだっていうことで、続く塩見が三振に倒れて無得点に終わるんだよ。こっから流れがちょっとずつ変わっていくんだよね。なるほど。で、4回裏、はい、紅林若月タイムリー、うん、ね、杉本宗が連打をし、はい、紅林と若月が同点タイムリー。なるほど、うん、だからこの下位打線で取れたというのがさ、うん、オリックスにとってはものすごくいいのと、うん、やっぱここで取ろうと思った時に取れないとやっぱ流れが変わるということだよね、うん、なるほど。でそこでちゃんと点を取れたっていうことが大きかったってことですね。そうだね。その流れが変わったところでやっぱ同点に追いついたっていうのがすごくオリックスにとっては大きなことと、うん、やっぱ下位打線で追いつけたっていうのがね、うんうん、まあ、オリックスここまでこういう連打連打っていうのはそんななかったんだよね、はい、でもやっぱバッティングも少しずつ上向きになってきたなと思ったね、うん、はい、ただここまでで話しておかなきゃいけないのはヤクルトの山下ピッチャーですね、うん、はい、もうすごく落ち着いてたね。ね、ルーキーで、そうそう、ね、うん、シーズン中はそんなに投げる機会も、まあそうだね、まあ、あの初勝利はしてるんだけどもさ、はい、ここまで落ち着いて投げるとは思えなかったし、うんうん、やっぱボールもよく動いてたからゴロの山を作ってたんだよね、うん、ボンダの山をゴロでね、はい、ただやっぱり慣れてくるね、一回りしてくるとやっぱプロのバッターだなと思ったんだけども、はい、まあそこで捕まったと、うん、で5回、はい、ノーアウト1、2塁で村上に回ってくるんだよね。でこの村上がちょっと状態が悪いかなってい う, うで1塁ゴロで、ああゲッツーだと思ったのが田島がベースカバーをしたんだ、1塁ベースを、はい、ファーストゴロだから、はい、で 3-6-1 のダブルプレーが、はい、成立したと思った瞬間だったんだけど田島が落球するんだよね。そうですね。それでワンアウト一三塁になっちゃうんだ、うん、ここで中島監督が動く、ギガにスイッチするんだよ。すぐでしたね、うん、押すなということで、うん、だからねこのシリーズ、うん、中島監督の替え時っていうのがやっぱこう当たるね、うん、うん、で比嘉っていうのは変則で、はい、まあ、サイドで、うん、まあ、オスナがちょっと苦手にしてるようなタイプの、はい、まあ、ピッチャーを当てて、うん、ショートゴロのゲッツ、ね、それでまた流れが変わるという、うん、やっぱ点が取れないんだよねこういうチャンスの時に、うん、でその裏、はい、吉田がやっとお目覚めのセンターへのホームラン、はい、でこれで勝ち越したんだよ、はい、さっきもチャンスを潰し裏で点を取り、そう、今回もチャンスを潰し、そう、裏で点を取るという流れですよね。そうそうそう、そう、はい、そうね、で、うん、6回、はい、しかしヤクルトの強さだねこれね、うん、うん、中村が、うん、ツーベースヒット、はい、で宗も取れたかなって思ったんだけど、うん、まあ打球が速くて抜けてったんだけどもね、うんうん、まあそのチャンスに、長岡が同点タイムリー、はい、で打順が上位に回ってきて青木がつなぎは塩見が内野安打でつないで青木に回すんだけども、うん、青木が一塁線を破って、逆転のタイムリーを打って、はい、まあセカンドでガッツポーズという、ね、もう
気合十分な感じでしたね、うん、そうだね。まあここら辺がなんて言うんだろうな、強さかな、ヤクルトのね。もう流れは戻ってこないのかと思いきや、うん、逆転と。そう、うん、やっぱこう若い長岡が打ち、大ベテラン直樹がね逆転を打つなんていうのは、はい、やっぱチームの構成だとかそういうものもしっかりしてるなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがして、やっぱ青木が打つとやっぱチームも乗るし、はい、長岡若いのが打つとやっぱチームも乗ってくるというね、うん、でその裏、はい、で太田がツーベース、はい、ノーアウトランナーセカンド、うん、ボール2まで行ってくんだよ、はい、ね、で次のボールをファールするんだよね、うん、そっからのバントに行くんだよ。だから途中で、うん、途中で変更するんだけど、はい、いや当たってるバッターだけに、はい、もうヒッティングチャンスのカウントだから、はい、そのまま打たすかなと思ったらやっぱ送りバントに行くんだよね。その意図っていうか、まあ送りバントだったら最初からそういう指示っていうことではなく、なかった。それはなんでなんですかね。やっぱりね、うん、送って同点にしたいっていう風な途中で思ったところですか、うん、それとやっぱスイングを見て、あ、はい、まあ、それであこれちょっと下手すると打てないかなって思ってやっぱ変更したんだと思うんだけど、うん、まあ、バントは前に転がったんだけどやっぱ中村がうまかったね、うん、取って素早くサードに投げて、まあ、太田を刺したという、うん、だからこれでやっぱ完全にもうヤクルト、オリックスは流れを失ったと思ったんだよね、うん、で、はい、7回、うん、ワンアウトから2、3塁を作って中村はオスナで来るんだけどさ、はい、中村ショートゴロ、うん、ね、サンタナ三振ということでやっぱ犠牲フライで1点取れてるのに、はい、その犠牲フライが打てない、はい、スクイズもあるかなと思ってもやっぱポンポンと追い込まれたから、うん、スクイズのチャンスを逸したんだよね。うん、うん、だからこのチャンスを生かせなかったっていうのがなんかすごいまた流れがオリックスの方に来たのかなっていうね3度目みたいな感じですね、うん、ただ、うん、7回から清水にスイッチをして、はい、うん、清水が完璧だったんだよ。非常によく落ち着いててね、はい、で周りも状況もその雰囲気も飲まれずに、うん、まあ1点リードというところを抑えていくんだけども、はい、さあ9回マクガフ、うん、先頭打者足立を出したんだよ、はい、代打でね、はい、若月に変えてで、フォアボール、うん、まあ足立はこのシリーズ右方向に特に打ってるバッターだけに、うん、ボールがよく見えてるんだよね、うん、でボール球を振らずに、まあ、振れる球もなかったんだけど、はい、そのぐらいマクガフがあまり良くなかったんで、それで、まあ、1番に戻り1番に、佐野から、福田に変わってんだよね。そうでしたね、うん、はい、それが送りバントをしっかり決めて、うん、次の西野、はい、ジャゴロ、うん、ああと思ったらマクガフが弾いて一塁に悪送球、うん、ちょっと焦ったんですかね。あ、まあ、それで同点になっちゃったんだよね。うん、うん、そしてはい、そして同点からみんながね真っ白になってたよ、頭がもうここというところで回ってきましたね。ここ、うん、まあここっていうかさまあランナー一塁でね西野を置いて、はい、まあ、吉田正尚になるんだけども、はい、これねみんながやっぱ同点になって、うん、真っ白になってたね頭が。それはヤクルトの方か、ヤクルトの方も、うん、やっぱ目覚めてるじゃん一本のホームランで、はい、うん、それで俺はファーストピッチでストライク取れたんだよね。そうでしたね、うん、でもね逆に危ないなと思ったんだよ。うん、というのはやっぱ目覚めた手法ってさ一本出ると変わるからね完全に雰囲気が。うん、だからそういう意味ではやっぱ怖いなと思ったら、うん、まああそこでホームラン出るかね。出ましたね。だから一人冷静だった男がいたということだよね。もう打ってあホームランだって確信した後も本当冷静な感じで、まあ、最後はみんなが回ってたから喜びを分かち合うために喜んだけどっていうようなことでね言ってたけども、まあ見事なホームランだよね。あそこで出ますかね本当まあねすごいですよね。
ただね、やっぱこうみんなで見てたんだけどさ、うん、マクガフ、はい、このシリーズまたそのシーズンの終盤にかけて、はい、まあ、ちょっとやっぱ疲れも溜まってるのかわかんないけども、うん、やっぱり自分の投球があんまりできてないんだよね、うん、ただこ、うん、だから俺は吉田を迎えた時に田口でも久保でもいいから、うん、出すかなと思ったらやっぱそのまま行って、まあ、打たれて、まあまあ、変がポイントにもなりましたか ね、まあ、そうだね。でも、うん、オリックスの方だったら、はい、多分出してる可能性はあるね。先ほどの、日が田島投手がね、そうそう、ちょっとミスした時にね、時の、うん、はい、だからやっぱり冷静では投げれてないよ、うん、だけどそこをね見逃さないんだもん。やっぱすごいバッターだな、うん、ということで、はい、オリックス、はい、主砲が目覚める、はい、ね、完全に目覚めましたね。完全に目覚めたね。だからもう怖いね、うん、もう勝負はあんまりできない。だからポイントとすれば次のね、第6戦、はい、ポイントとすればやっぱ吉田の後を打つバッターだよ。もうこれはね、うん、ヤクルトの高津監督だったら徹底的にね避けていくと思う、うんうん、でヤクルトの方は、はい、シリーズ疑似なし、犠牲フライで1点取れる、追加点が取れる、うん、同点に追いつくとか、うん、そういうところで犠牲フライが打てないんだよ。うん、でもね、それだけオリックスの投手陣がいいっていうことも確かにあるんだよね、うん、じゃあスクイズすればいいじゃないかと、まあその通りで、はい、まあだけどね、やっぱりヤクルトはね取れる時に点を取ってない、うん、取れてない、取ってるようで取ってない、この試合に限らずということですか、うんうん、だからここら辺はやっぱ取れる時にもうあの非常でもいいから取りに行かないとちょっと苦しむかな、うん、これからね。なるほど、あのオリックスの打線が結構目覚めてきた、うん、そうですね、うん、だから点は勝つのに1戦目から4戦目まではそんなにいらなかったんだけど、うん、だけどこれからはやっぱ点数がいるようになる、うん、なるほど、うん、それで、はい、第6戦、うん、おそらく小川と山崎幸也、ほう、ね、これ場所がね神宮にまた戻りますね、はい、山崎幸也、ね、特徴はバッター、バッティングが素晴らしい、はい、ちいちゃん覚えてました、ね、で、まあ、小川ね、はい、やっぱ小川がエースらしい投球ができるかどうか、はい、ね、で第7戦サイスニード宮城という、うん、ね、ちょっとオリックスの方は山本投手の分が一つずつ前に進み、まあそうだね、上がる感じですかね、うん、だから山本が第6戦回避第7戦に来るんじゃないのって言うけども、この状況で第6戦を飛ばすっていうことは多分ないと思う、うん、やっぱ脇腹やっちゃったかなっていうような感じだよね、うんうん、で第8戦になると高橋奎二と山岡という、もしあるとすれば、あるとすれば、うんうん、まあ、そこまで俺は行くんじゃないかというふうに、これはもつれるよっていうふうに思ってます、はい、ということでこの5戦まで毎試合もう目まぐるしいですね。まあそうだね、試合の内容もさることながら全然違ったね、うん、だからそうだね、だからまあ4戦まで非常に重い雰囲気があったんだけども、うん、いや5戦目になってくるとさ、やっぱその雰囲気もほぐれてきて、やっぱちょっと打ち合いになったら駆け引きが出てきたり、その駆け引きが成功した方がとか、ただここまで見てるとオリックスの中島監督の、うん、投手交代、これがやっぱこう一つポイントとしてはハマってるね、うん、それと高津監督の方は打順の入れ替え、うん、例えば山田を1番に入れたらスリーランを打つとか、はい、青木が2番に入ると打線がつながったとかね、うん、まあそういうこともあるけども、まあこれがね、神宮に帰って DH がなくなった、ね、まあオリックスの方はどうしてくるかね、うん、まあこれは楽しみだけど、はい、はい、ということで、うん、これ変わりましたね、はい、はい、はい、ちいちゃん出番はい、はい、はい、これがということで、はい、ごめんなさい、大丈夫ね、はい、まあ第8戦まで行くんじゃないかというふうに言われてるけどもね、うん、でもこの勢いからするとさ、どちらかが連勝するっていうことはなんとなく難しいような気がするけどね、うん、うん、まあでもやっぱり両リーグの優勝チームらしく、
なんかこう素晴らしい試合を見せてくれてるね、はい、楽しい試合を。いや本当にそうです、ね、見てる方はね、本当そうです、うん、吉田正尚が今日言ってた、そろそろ疲れてきましたって。いや本当、いや本当疲れると思う。本音だよな、うん、はい、まあでも目覚めた主砲ね、はい、吉田ね、これからまたね、はい、次の試合でもどういう活躍が見られるんでしょうか ね、 うね。で、まあ、ヤクルトの方は村上がちょっとね、うん、当たりが出てない ね、 そうですね、うん、頑張れ村上 と、 うと、うん、またねホームのグラウンドに帰るんでね、うん、そうだね、頑張ってほしいと思います、うん、はい、はい、ということでね、第5戦をお届けしました。はい、ね、はい、それでは。